このブランドの財布を持ってるのはこんな人だ。ルイ・ヴィトンの財布持っとる人はブランド好き。全身ブランドで固めとる。美容室で髪切ってもらっとる。ほんで最近大学生でもヴィトンの財布持っとったりするんよ。完全に家金持ちやね。学食のアジフライ定食にもう一品つける。グッチの財布持っとる人ね、これ目立ちたい人。服装も派手でね、オープンカーとかに乗っとる。ほんでね、社交的でコミュ力高いんよ。あと結構ホストの人とかグッチの財布持っとるね。ポーチの財布持っとる人は落ち着いとる人。謙虚なんよ。デパ地下で栗おこわ買っとるおばちゃんは大体コーチの財布。ブルガリの財布ね、これモテたい人。俺も持っとったんよ。なんかブルガリ持っとったらいい男になれると信じとったね。でも俺みんなからブルガリ似合わんって言われてやめたんだけど、もう今はブルガリはヨーグルトだけにしとるね。プラダね、これはやり手の女性が持っとるね。バリ高いヒール履いとる。歩くたびにカツカツカツ。髪はサラッサラじゃね。食事に行っても男におごらせない。自分で払えるわよ、舐めてんの。クロムハーツの財布ね、これバリモテる男が持っとるね。毛皮のコート着と、知らん女性と肩組んで歩くね。